やあ、ゆい、散歩かい？はい、プレイヤーの皆さんの一押しスポットや今注目の装備品について情報収集をしていました。なかなか忙しそうだな、ゆいの散歩は。もっとそれっぽいことをしてみたらどうだ？今日の気象条件は最高なんだし、公園の芝生に寝転んでぼーっとするとか。ダメですよ。それでこの間本当に寝てしまってログアウトしちゃったじゃないですか。起きた時びっくりしたよ。公園にいたはずなのに目が覚めたらリアルの自分の部屋だったからさ。です。向こうから走ってきますよ。大変だ。よう、アルゴ、どうしたんだ、そんなに慌てて。クエストを受けてみたら、俺っちに小動物が。小動物？普通に可愛い子犬じゃないか。普通に可愛くない。後であーちゃんの3サイズでも最近よく装備している下着の色でも教えるから、とにかくなんとかしてくれ。わかったから。って、そんな情報まで持ってるのか。私に任せてください。子犬さん、こっちにおいで。とっても人懐っこいですね。よしよし、いい子ですね。全然いい子じゃない。ずっと追いかけ回されてきたんだぞ。アルゴの犬嫌いは相変わらずだな。くすぐったいですよ。なんで俺っちはこんなクエストを受けちまったんだ。アルゴさん、よく見てください。こんなに可愛いですよ。近づけなくていい。可愛いのは分かった。クエストを受けたら、この犬がついてくるようになったのか？ああ、村で獣らしき姿を見たっていう NPC がいて、話を進めてみたら、こいつがすっ飛んできたんだ。村で獣とくれば、作物を食い荒らすイノシシとかが定番だろう。アルゴにとっては、どんな獣よりも強敵だな。このクエストの内容ってどういったものなんですか？ちょっと待ってくれ。なんせ急に追いかけ回されたから、クリア条件も何も調べてないんだ。迷い犬の保護、食材アイテムを一定数与える。つまり育成しろってことか。無理に決まってる。俺に怒るなよ。そんなに嫌ならなんでクエストを破棄しないんだ。破棄？もう確かにそうだな。いろいろ急展開があって完全に頭から抜けてた。え？キャンセルするんですか？おい、犬コロはともかく、ユイちゃんまでそんな目で見ないでくれよ。ユイはすっかりその犬が気に入っちゃったみたいだな。とってもお利口ですよ。噛んだりなんかしません。利口かどうかは問題じゃないんだよ。どうにかできないかな、アルゴ。
ならお前が代わりにクエストを受ければいいだろ。そうすれば万事解決じゃないか。でもアルゴさんがクエストを破棄したらこの子は…クエスト破棄した段階でどこかに行ってしまうだろうな。アルゴさん、私がこの子の面倒を見ます。ですから。そんな無茶苦茶な。俺もクエストクリアに協力するよ。だからアルゴ、一緒に進めないか。俺っちだってクエストの情報は知りたいけど。二人ともちゃんとそいつの面倒を最後まで見てくれるんだろうな。アルゴ。はい、ちゃんとお散歩もします。近づいてこようとした時ちゃんと止めてくれるか。ああ、アルゴを守ってやるよ。分かったよ。それじゃあこのクエストのクリアを目指すことにする。あ、アルゴさん、ありがとうございます。あ、だから犬っころを持ったままこっちに来ないでくれ。ありがとうな、アルゴ。まあ、情報が欲しいのは嘘じゃないしな。ワン吉。もう名前をつけたのか。ユイ、嬉しそうだな。はあ、なんであんなのが可愛いと思うのか全然わからないぞ。優しくしないとダメですよ。さっさとクエストを終わらせないと俺っちの身が危険だ。